やるっきゃねえよな。グリフィス、そろそろ出発の。グリフィス様！シャルロット様。もうお立ちになられるのですか？ええ、行ってまいります。私、今度の戦ほど戦いを恐ろしいと思ったことはありません。グリフィス様、どうかどうかご無事で。行くぞ。ああ。出発！俺にとって友とはそんな対等のものだと思っています。対等のものか。部隊を分けて進行する。ガッツ、お前は向こうの砦だ。キャスカはリッケルトを連れて森の紹介に当たれ。森？きっと何かあるんだね。隊長、本隊より先に砦を落としまいましょう。殿下さえご存命なら、我が軍は翼の片方をもがれた形だ。これでますます鷹の弾の重要性は。キャスカ、どうしたの？調子悪そうだよ。問題ない、気にするな。こんな時に。俺はここで指揮を取る。大丈夫か、キャスカ。お前はグリフィスのところで休め。分かった、後のことは頼む。本陣に敵を寄せつけるな。応戦しよう。
し、ジュド、俺たちは次の作戦に移ろう。図が高いぞ、ゲロ。英芸超重装猛進撃滅騎士団長アドンの名を知らぬか。知らねえな。今こそ打って出る好機、全軍突撃。ガッツ、奴は奥へと逃げ込んだ。追撃しろ。コルカス、警戒に当たってくれ。敵の援軍が来る。援軍？このタイミングにか。手を貸してくれるか。本当に援軍が来やがった。俺様の見せ場ってわけだな。よし、本陣にたどり着いたぞ。なんでお前がここに。チッ、いいから手を貸せ。当然手柄は俺のだからな。まんまと引っかかったな。貴様らの本陣はこのアドンがいただいた。後ろを取られただと。急いで体勢を立て直せ。このままじゃ総崩れだ。甘いんだよお前ら。グリフィスはみんなお見通しだよ。何？ミッドランドも伏兵だと？
く捕まえたぜ。来たか小僧。だが貴様のような下郎にいつまでも構ってはおられん。我が聖芸町重装猛進撃滅騎士団の戦士たち、その男をここから出すなよ。分際で騎士の真似事などしよって、その仙人町の地位もあのグリフィスとやらの人根に潜り込んで手に入れたのだろう。貴様女の身でありながら戦場という男の聖域に踏み込んだ浅はかさ。この聖芸超重装猛進撃滅騎士団団長アドン様が知らしめてくれるわ。うん、いや、そら。どうした、そこまでか。そのざまで仙人町とは少子千万、鷹の段もよほど人手不足と見える。せっかくこの私が何度も逃がしてやったというのに、そんなに戦争の餌食になりたいか。よかろう、このアドンが相手をしてやる。また返り討ちにしてやるよ。たわけたこと。あの時はまだ全力ではなかったのだ。見ればなかなかの気量。今までの比例は許そう。どうだ、チューダーに来んか。仙人町に迎えよ。我がチューダー兵仙人を慰める仙人町にな。ガーケンスが嫌か。ならば死ねえ。よくぞ受けたな小僧。だがまぐれは二度続かん。我が小ボ一つけ140年にわたり伝承されし戦争術最大奥義、くらえ岩山旋風。うにゃ。岩山旋風、何よ。よっしゃ、いつものお前らしくないぜ。気抜いてると。おい、キャスカ。おい、しっかりしろ。しまった。あの通りじゃん。キャス、
ッツ！やった！このまま甘ざらしじゃまずいな。どこか